今まで嘘ついてたってことになるね。ごめんなさい。本音言うと時間の無駄。副業で稼げるようになる人の特徴。同じ副業でもうまくいく人といかない人がいるわけじゃないですか。もちろんね、うん、その違いっていうのは何なのかっていうこと。それを分かってないのに副業で稼ごうとしてるってこと、うん、そうですね。それは稼げないよね。そんなもう無駄だよね。副業で稼げるかどうか自分が分かってないのに副業にチャレンジするってこれ無謀じゃん。そうですね。言ってみれば足が遅いのに 100m で代表に選ばれようみたいな、そういうことだもんね。そうですね。副業に向いてる人と向いてない人を今日はもうクリアにしたいみたいな感じ。そうですね。副業に向いてない人は頑張ってもやっぱり時間の無駄なんじゃないかな、うん、あ、無駄だよ。無駄。無駄なんですか。無駄だ。だって向いてないんだもん。まあ確かに誰でもできるわけじゃないよ。だから、あ、なるほど。誰でも稼げます、楽に簡単に稼げます、ね、もう言えてないもん俺。だって嘘だからそれは。なるほど、うん、嘘な言葉は言えませんね。感じます、うん、だからね、今までね、ごめん、嘘ついてました本当に、はい、ごめんなさい、うん、でもね、逆に言えばこの特徴に当てはまってる人っていうのは稼げるようになるってことなので、稼げるようになる人の特徴をもうズババンと言えばいいって感じ。はい、よろしくお願いします。ぜひ。あ、簡単ですよ。そんな。本当ですか。うん、まずポイントとして、言葉の定義っていうのをクリアにしとこうかなと思うので、チャンクダウンって言って具体化しようと思うんですけど、うんうん、副業で稼げるっていうのは具体的にどういうこと。動画編集だったら、うん、動画編集をやることで、うん、本業とは別に5万とか10万とかお金を稼ぐことができるってことじゃないですかね。はいはいはい。そうすると、うん、本業があるよってことだよね。副業で稼げる、はいはいはい、そうですそうですそうです。副業で稼ぐためには本業がない人は副業で稼げませんよ。当たり前だよね、うんうんうん、だそうそう、副業が本業になっちゃうから。はいはいはい。だからこの動画見てる人で副業で稼ぎたいというと本業を持ってますかってことですね。はいはいはい。これ OK？ ここまで。はい。副業で稼ぐっていうのはもちろん具体的に言うとどうやって稼ぐの。お客さんからお金をいただくんですね。ねえ、お客さんからお金もらう。どうやってお金もらうの。スキルとか、まあ、時間とか。つまり副業で稼げる人はスキルがあるから、スキルがない人は稼げないってことだけど OK？ これで。まあそうじゃないですかね。あとは当然だけど、お客さんがいる、お客さんがいないとお金入ってこない ね、 そうですね。本業があってスキルがあってお客さんがいる人は副業で稼げるとなるんだけど、大丈夫これ。大丈夫です。本業がなくてスキルがなくてお客さんがいないから稼げないんじゃないのっていうだけ。確かに。ここまでいいよね、まず、はい、スキルでいうとどんなスキルがあるといいのとか、どうしたらお客さんがつくのってことじゃないのっていう、それ分かってるっていう話。つまりこの状態を作っちゃう。だからみんなこのスキルやお客さんが欲しいわけだ。そうですね。2番目3番目ですよね。ね、スキルもお客さんも身につけられないから稼げないんでしょ。うん、そうですね。皆さんなぜじゃあスキルが身につかないし、なぜお客さんが来ないのかっていうのは分かってる？なんかイメージできないですね。スキルはどうやったら身につくの？スキルは勉強とかでとか、ね、勉強実践とかだと思います。そうね。はい。これが分かってますかっていうことなんだけど、はい、副業で稼ぐっていうところですよ、これね。最終的な結果としては稼げるっていう状態、お金もらえるっていう状態が来るよね、うんうん、前段階が大事なわけじゃないか、はいはいはい、稼ぐために前段階何をすればいいのかっていうと、売る？販売する？ああ、まあまあ販売するんだけど、販売しただけじゃ稼げないんですよ。はいはいはい。価値提供があって初めてその上に稼げるわけじゃないですか。価値は何でもいいんですよ。例えば水ですけど、これは喉を潤すという価値を水を飲むことによって与えられるから、だからお水はお金がもらえるわけだよね。だから価値提供できてますかってことなんですよ。価値提供できない人っていうのは稼げないっていうことなんだけど、価値提供をするために何が必要ですかっていうと、ここでスキルが必要で、スキルとともにやっぱし労働とか時間とかが必要になってくるよね。スキルがあったり、あとはとにかく時間。スキルなくてもさ、道路工事ってスキルそんなにいらないじゃん。ちょっと研修受けて、あと車が来たらあーすって、そんなにいらない。例えば動画編集ってなってくると、どこをジャンプカットしたらいいのか、字幕はどうしたらいいのかって、スキルって結構必要になってくるので、時間を割くか
まあ、スキルを高めるか、まあ、両方ともっていうところで価値を提供して稼いでいくっていう流れだけ、ここまで大丈夫？はい、大丈夫です。これこれこれ、残ってめっちゃ気になります。ここよ、これ何っていうところ。スキルとか時間の土台となるものですか？そう、頑張る気持ち。ああ、頑張る、いいね。いいですか？いや、いいけど、はいはい、ここで書かないってことはブブー頑張る気持ちっていうのはもう当然あるものです。ああ、なるほどなるほど、はい、うん、ないと副業で稼げないんで。まあそうですね、頑張らないっていう、楽してっていう人はもう無理そうですね、そりゃそうでしょ、はい、価値提供するっていうのは人のために頑張らないとありがとうって言ってお金くれないよ、そんな、うん、頑張るのって当たり前にあるもんだけど、ここですよ。これがないとスキルが身につかないし、時間をかけようと思わないんですよ。そもそも稼げる副業をやっているかとか、そういうことですか？なまあまあ、それもまだ書いてきたので、書かないってことはブブー稼げる副業大事じゃない、それもね稼げないスキルを身につけたってしょうがないわけ、はい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 、エアコンを切ったりつけたりするこのスキル稼げないね、これね。稼げないですね、いくらそれやっててしょうがない、ね、さすがに稼げない。何このスキル大前提で、それも大前提だけど、ここがないのよ。だからスキルも身につかないし、それにかける時間がなくなっちゃうわけね、はいはい、やめちゃうの結局。じゃあ副業で稼げない人はその一番下の部分がないと。ない、なんだろう、やる気しか浮かんでこないですね。ど根性。ああ、近いんで正解いきますわ、はい、だいぶ近い、はい、うん、情熱です。情熱、そうですよ。情熱がないと、うん、スキル身につけようと思わないんですよ。一瞬はいけるよ、うん、やりたくないことも。例えばタンクさんは動画編集に情熱があるんですよ、うんうんうん、自分が作った動画がめちゃめちゃバズったりすると嬉しいだとか、うんうん、ここがないんですよ、うんうん、みんな副業で稼ぐっていうと楽して簡単にみたいなこと言うから、うんうん、結果続かない、うんうん、情熱があるっていうのは情熱の上にスキルが乗っかってくるんですよ。はいはいはい、これがないとスキルは乗せたんだけどポローンって落ちちゃう。下がちっちゃいってことはこれが上からガターンと倒れちゃう。なるほど、情熱っていうものが必要なんですよ。だからドラゴン先生は副業っていうか、初めその速読スクールで稼いだんだけども、やっぱ速読の価値を伝えたいという情熱があったわけ。この2022年の8月に速読スクール閉めたんです。なぜか情熱がなくなった。正確に言うとそれよりもプロコーチを育てたいっていう情熱が勝ってたから、そっち側の力を高めようと思うじゃん。今でも好きだよ速読は。だって本読むときもダーッと早く読めるからさ、めちゃめちゃ効率がいいんだけど、速読しても人生は変わらないと思うわけ。だって本だもん、それは所詮。でもその速読スキルも使ってもっと多くの人をこのコーチングというかサポートできる人をこの世の中に増やしたいという情熱が湧いてきちゃうんだよ。この情熱を実現するためのものとして、じゃあもっとコーチングを学ぼうとか、コーチングを広めるためにめちゃくちゃ体験会やろうとか、これ時間というものが生み出されてきて、ここで体験会で俺コーチングやるじゃん。コーチングすることによってコーチングってすごいっていう価値を提供して、よし、じゃあコーチングスクールで学びますって言って、お金がチャリン、チャリンじゃない、可愛くない金額ですから、高額講座ですけど、っていう風にして稼げるようになってきた。まあこれが今本業にはなってきてるんだけど、基本的にこの流れなんですよ。聞いてみてどう？確かに納得なんですけど、うんうん、情熱っていうのをもっと詳しく知りたいなと思って、うん、情熱が燃やせるスキルを見つけることが大事ってこと、うんうん、ここも大きく3つポイントがある。その情熱が燃やせるスキルって何だろうってことでしょ。はい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 、そうですね。そのために必要なことがあります、うんうん、1つ目、まずやってみる、はあはあはあ、やらなきゃ分かんなくない、うん、そうですね。やる前にみんなは、どれがいいのかな、どれだったら俺だったら稼げそうかな、うん、とか言って、楽に簡単にすぐに誰でもみたいなところに飛びついてやってみて、できなかった、あ、俺副業のセンスがないわ、ちゃんちゃんみたいな、そのパターン何回繰り返してんのって話なんだけど、やってみなかったら始まんないんですよ。まずやってみる人っていうのは副業での成功確率っていうのが上がってきます。なぜなら情熱があるかどうかチェックですから。これ面白いわ、やっていこうと思ったらスキルとして身につけようと本気で思うわけだから、ここがないのに続かないっしょだからそれやってみないとやりたいことなのか分かんないと。だから稼げない人はやらない、情報ばっか集めて、それこそこの動画だって見てね、どうしようかなとか言っちゃうわけ。いやいやいや、やってみろよって。まずそっからじゃん。そっからなんだけど分かんないんだよね。タンクさんって動画編集ってまずやってみたんでしょ。
まずやってみました。どうだった実際？やってみたら楽しかったって感じなんですよね。だよね、はい、最初に始めたのはブログなんで。ブログはどうだった？やってみて。ブログはとりあえず100何記事書いたんですけど、うんうん、まあ、そこでちょっと違うかなと思って、うんうんうん、動画編集やったら楽しかったっていう感じですね。なるほど、はい、ブログをやってみたよまず、うんうん、そうです。でやってみて、情熱があんまないかなってしぼんじゃった、うんうん、そうです。そこにブログを載せていくって難しいんだよ、うん、改めてこの土台を探すわけ、うんうん、だ動画編集やってみた。タンクさんたまたま動画編集面白い、ドンってこの土台が広くなった、うんうん、じゃあそれ動画編集スキル載せてみよう、時間かけてみよう、うんうん、いや面白いじゃん、それを編集納品してみよう、お面白い面白い、稼げたよ、たくさん価値を届けるようにしよう、そしたらもっとスキルが必要になる、時間もかけなきゃいけない、それだけの情熱ありますか、なければトゥーンってなるから、これガターンと落ちる。なるほど。ここの一番下支えする部分があるかどうかっていうのはやってみなきゃ分かんないの。なのに稼げるかな、違う違う、やれよまず、効率よくしたいね、みんな。もう超その気持ちは分かりますね。まず大前提、非効率を喜べってこと。喜べ、楽して簡単にすぐにって思うじゃん、これ効率いいよね、すごい。効率いいものを手に入れるために、実はね、無駄、つまり非効率的なことをやらないとこっちが分かんないようになってるの。楽に簡単にすぐにって言うけど、それって全員ですか？人によって違くない、うんうん、やらなきゃ分かんないのに、あの人もできたから俺にもできそう、いいよ、始めはきっかけはそうかもしれないけど、それよりもこれなんか面白そうから始めないと続かない。でやってみました、あ違ったな、タンさんブログやってみた、違うな、動画編集やってみた、これだ、いいよね、2回目です、勘がいい。ドラゴン先生、まずブログやってた、ラーメンブログ、関係ない、全然関係ない、続けてた、10年以上続けてた、食べたら書くみたいな、まあでもなんか違うなと思ったけど、そして初めに楽読っていう速読やってみた、面白いじゃん、スクールオープンしました。オープンしたけど 1,2 ヶ月で飽きちゃった。だって毎回一緒なんだもん。やること。トレーニングだからさ、いいじゃん。一緒のことやるっていうの。俺、同じことできないの。もう繰り返して。もうつまんなくなっちゃう。ぶっつけ本番だから大好きだもん。これも台本があるんですかとか言われるんですけど、皆さんは作った方がいいと思う。俺、ノー台本です。全然ないんで。それが好きなの。情熱が湧いてくるのよ。じゃあそのためには、スピーチスキルつけなきゃさ、伝わんないじゃんか。即興でアドリブであわわわわわしてたら伝わらないんで、そこに対してめちゃめちゃ話し方の学校ってとこで学んだり、あと講師をしたりすることによってスピーチスキルをつけてったわけ。好きだからここに乗ってきたの、スピーチスキルが。こうやってビジネス小学校でバーンって喋って、価値提供面白い、分かりやすいってなってってもらって、そこから体験から来て稼げるようになったよって、こんだけじゃん。ここのここが根底にあるわけ。それってやってみないと分かんないでしょっていう感じ。ここまで大丈夫？一つ目、はい、OK です。次、2ステップ目は違うなと思ったらすぐやめる、うんうんうん、なんかね、あの石の上にも3年みたいな、あーありますね、もうマジやばい、なんで3年やらなかったの。違うのよ、とにかくバン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 や、これやってみた違うな、これやってみた違うな、これやってみた違うなをやれって思う。やってみなきゃ数打つの、とにかくいろんなことやってみるって。でもこうやって言う人いるのよ、そんなたくさんやる学ぶお金もないですよとか言って、本ぐらい買え買え、まず本読んでみて、情熱がちょっとでも湧いてきたら講座を受けるのもいいじゃん。今なんか動画教材とかいっぱいない？数万円ぐらいか買えるよね。それで稼げるようになったら世話ないんですけどねまずそうやってやってみる。違うなと思ったら次、違うな、次、あこれいいかも。タンクさんたまたま2つ目、めっちゃよくない？これなんで動画編集かなと思ったんだろう。面白そうって思ったわけではなくて、うん、最初の1円を稼ぐのは難易度高くないっていうのを聞いたんですね、うんうんうん、簡単そうだなって気持ちで僕も正直始めてるんですよ最初は、うん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 、そこでやってみたらあれ普通に楽しいじゃないかっていうのってって感じですね。なるほどなるほど。ここにもですね、実はね大事なポイントがあって、稼げそうだなっていうところなんだけど、直感に従う。人からの情報をさっき聞いたっていうふうにして思うんだけど、これ良さそうだなってピンと思った、それってめっちゃ大事なんですよ。みんな根拠とかすげえ大事だと思ってない？なんか、あー確かに、データ根拠、はいはい、いらない。そもそも直感っていうこの第六感と呼ばれているものっていうのは、みんなもともと昔はあったわけ、ピーンとくるこの直感。でも今この現代社会ってさ、便利になりすぎちゃってるじゃん。便利になるとどうするかっていうと、便利っていいよ、その逆側で直感が衰えるんですよ。視力がなくなった方がなぜか自転車を運転できるっていう、
見えなかったら自転車なんて運転できないと思うじゃん、はい、なぜかというと音聴覚が異常に発達することによって物があるなしが分かるの。何かがなくなったらダメなんじゃなくて、うんうん、どっかがこうボコってなるわけ。なるほど。今の人たちみんな便利だし情報も得られるから、うんうん、たくさん情報を得られるようになっちゃった分直感に従うってことが怖くなっちゃった。ピピーンとこれなんか良さそうだな、えいってやってみるっていう、ここあまり情報を入れすぎないってこと。なんかいいなと、この直感に従うというところができると、直感ってこれじゃん、情熱でしょ、元は勘なんだから、うんうん、良さそうって直感外れることあります、あ違ったみたいな、うんうん、だけどやってみることにへの経験は得られるので、これはいわゆるトライアンドエラーなので、トライアンドエラーを繰り返していきましょう。そうすると自分に合った副業が必ず見つかります。見つからない、そうじゃなくて見つかるまでやる、それを続けていけたらすごいじゃん。10個副業やってみました、どれも違いましたって言った時に気づいてみ、10個やれるスキルが身についてるぞ、それってもしかしたらもう価値提供になるんじゃねみたいな、確かに。それはもうお金になるよね、学んだんだったら。それで教えることの情熱が湧いてきたらそれはそれで稼げるようになるよね。稼ぐっていう時には価値提供必ず必要なんだけど、そのためにスキルや時間が必要になって、その元になってくると情熱、情熱がなくなった時にはやめた方がいいと思うんだけど、やってきたその先ピピーンときてやってみた時には必ず何かしら残ってくるから、チャレンジすることってすごい大事じゃないかなっていうふうにして思うわけ。まずやらない、すぐにやめない、根拠とかに従っちゃう、データとか繰り返せないと副業は稼げるようにならないわけ、はいはいはい、ドラゴン先生がなぜね3年目で7000万でいけてるかっていうと、そうまず試しにやってみたの、ダメだなと思ったらやめたの、でもこれだって思ったものをまたやってみて、トライアンドエラー繰り返していったら今はコーチングを教えるプロの講師としてやってるっていうところに今行き着いてるだけ。その間は速読スクールオープンさせて閉めてます、話し方の学校っていう講師もやって、それも卒業しました、うん、いろんなことやってみるの、講演会もオンライン講演会やってみた、うん、やめたとか言って、今はリアルの講演会で面白いゲストを呼んでそれを突っ込むっていうことが今めっちゃ面白いと思ってやってるわけ。今こうやって YouTube も今まではこうやってガーッと書いてでそれを埋めていくみたいな、そういうスタイルだったけど違うと、そうじゃない、俺がやりたいことっていうのはこの何もない黒板にバンバン書いていくことなんだと、今直感に従ってやってみてなんかいいかもと思ってる。でも途中でまたちょっと違うなと思って情熱がしぼんできたらまた別のことをやればいいじゃん。ここだよ、ここ。そうしたら続くよっていうこと。みんなさ何がいいかこうかこうじゃなくて、もうまずやってみてよ、非効率に行こう、その先に効率を考えてくれるっていうのが稼げる人の思考っていうところなんだけど、これが僕が伝えたいことかなって思います。そしたら必然的にお客さんも来ます。僕動画編集やりたいんですっていう人と、動画編集まあうんあ、うん、やれたらうんやりたいですけど、どっちにお仕事をお願いしたい？絶対情熱のある方でしょう。情熱を燃やしてる人にお願いしたいよね。だからその人は副業で稼げるようになってくるじゃん、お客さんが来るよ、こういう感じっていう話ですけど、ここまで聞いてみてどうですか、納得しましたか？めちゃめちゃ納得ですね、うんうんうん、土台となるものが一番大事ですね。大事、うん、それを学ばずにスキルはとか言ってっから、ここがないからいつまでたっても稼げないよみたいな、逆にこの情熱ってものが自分の中で気づけばいける、情熱ってものを見つけるものはまずやってみるっていうところもあるんだけど、まあ、僕なんかはそのコーチングっていうところをすることによって、その情熱って何だろう、この人が燃え上がるものって何だろうというものを対面で話を聞きながら見つけていくというコーチングという手段があるので、やってみるっていうものを減らせる、話を聞くって効率は良くないよね、だけどじっくり話を聞きながら引き出していくっていうコーチングっていうものも教えてるんだ、はい、ドラゴン先生もたまにコーチングとかお話聞きますよなんていうこと、今僕やってないから時にこのコーチングやりますよみたいな連絡っていうのは公式 LINE の方で告知しているので、もしよければ公式 LINE の方に登録しておいてもらったら、そういうチャンスっていうものが来るかもしれない。もしいいなって直感に従ってまずは LINE の方で友達になっておいてほしいなと思っていますという感じです。ということで、生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。大丈夫、あなたならできるよ。またねー。